はようございます、ついに8日目ですね。昨日はもうゆっくりしようということで、一昨日取れた天狗ハギの一夜干しでを食べて、あとはねここでね寝てたんですけども、一日ゆっくり休憩してみて一つ分かったことがあります。この環境下じゃ疲れは取れないね。やっぱ寒いし絶望的に腰が痛くなる。なんだかんだしんどいのは背もたれがないんだよね。まあそんな感じで、なんか今日めっちゃ元気になってるやろうなと思ったけど、全然元気になってなくてちょっと残念なんですけども、素潜りに行ってこようと思います。めっちゃ海も落ち着いてる、最高です。指もまあまだちょっと腫れてるんですけど、動かせるようになったんで、ちょっとまあ完全に曲げるのはきついんですけど、全然動かせるようになったんで、これで魚とも格闘できるはず。よし、じゃあ早速潜りに行って最高の夕食にしましょう。よし、行きましょう。歩き出したものの、さすがにエネルギーが足りず思うように体が動きません。そしてついには立っていることさえできなくなりました。なんか海行こうと思ったけど低血糖で全然動けないわ。なんか普段低血糖の人、なんでこの人たち朝起きられないんだろうと思って見てたけど、全然動けないわ。今回株もなんもないし、全く糖分取れてないのがでかいな。さすがにエネルギー不足だ、動けない。2時間うずくまり、ようやく海に入ることにしました。ちなみにサバイバル中は感覚が麻痺してるのか、普段よりも息苦しさを感じません。なんでね、極限状態でも意外と潜れます。こちらはエラブウミヘビ、ハブの80倍の猛毒を持つウミヘビで、貴重なタンパク質ではありますが今回はスルーと。ここでマサルが何か見つけたようですね。潜航開始。いました。ゲット。こちらは黒天フグ、可愛いお魚ですが全身に毒があるので食べれません。今日のところは見逃してあげましょう。さて、そろそろ魚を追いかけていくとしましょう。水深は10メーターほど、何がいるのでしょうか。いました。狙いを定めていきます。スルーも逃げられてしまいました。南洋ブダイは力が強く、そして身が脆いので打ち所が悪いと回収できません。ちなみに今のは4キロサイズ、あれが取れてればサバイバル終了までお腹を満たすことができたんですが、悔しい。気を取り直して潜っていきます。岩の上で息を潜め魚を狙っていきます。やりました。目標の魚種、ニザダイです。ちなみにこちらの魚種、日本各地に生息しております。魚屋で見かけないのは評価が低いからなんですね。とりあえずこれで晩飯の食材は確保できました。そのまま脳天締めをしていきます。そしてそのまま海でさばいていきます。かなり内臓脂肪が乗った個体ですね。これは期待できるでしょう。さて、食材が確保できたところで、次は高級魚狙い、深場を攻めていきます。海面でしっかりと息を整え潜航開始。水深は25メートルほど。とある巨大魚がいたので追いかけていきます。ちなみに海底に見える小魚は梅色もどき、小さく見えますがだいたい30センチほどあります。海底は薄暗く見えづらいですが、20キロありそうなナポレオンフィッシュがいます。こいつは取りたい。ただ警戒心が強く近づかせてもらえません。ここで諦めて浮上することにしました。さすがにサバイバル8日目ともなると、この深さでナポレオンフィッシュを追いかける体力は残されていませんでした。ちなみにナポレオンフィッシュは観賞魚のイメージが強いんですけど、普通に食材としても出回っています。
ナポレオンいたな。悔しいので息を整え、もう一度同じ場所で潜ることに。ちなみにこの時、素潜り開始から4時間が経過しています。体力的にも潜れるのはこれで最後です。そして最後の最後、奴が現れました。最高級魚スジアラが警戒心が高く逃げられてしまいました。こういう時の海面までが本当に遠いんですよね。さすがに諦めて帰ることにしました。戻ってきました。いやちょっと大物狙いで、高級魚コクハーナとかスジアラがどうしても食べたかったんで、結構沖の方に行って水深20メーターぐらいでね、ちょっとやってみたんですけど、めちゃめちゃ悔しいんだけど、全然コンディションが足りてなかったね。結構粘ったんだけど、ちょっと深すぎたな。悔しいわ。で最後なんか、食べたかったニザダイを取ってきたんですけど、さすがにこのままじゃ終われないと。まあ今サバイバルやってますけど、まあ、あくまでも俺は YouTuber です。皆さんをもっと楽しましたいそんなの取れるんだみたいなところを見せたい。なんですっかり夜中なんですけど、2回戦いきます。目標は夜光貝。夜光貝っていう、ほんとこんぐらいの超でかいサザエみたいなのがいるんだけど、それが食べたいんで夜光貝を取りに行こうと思う。もうね、疲労がすごすぎて逆にもうなんかいける気がしてきた。よし行ってこよう。夜光貝2匹取りましょう。ここまで来たんや。やっぱ低血糖だっただけだな。夜はいけるわ。よし、そしたら夜の素潜り漁に行ってきます。夜光貝取ろう。夜の海は魚も眠っています。見つけさえすればほぼ確実に取れます。大物を探していきましょう。さて、かなり荒れた海の中、何か見つけたようです。体勢を整えて潜航開始。ぐんぐんと岩の割れ目に体を突っ込んでいきます。何やら目が光っていますね。何が取れたのでしょうか。とここで頭を強打しました。注意力がなくなっていますね。そしてこいつはゾウリエビ。伊勢エビよりも美味しいと噂のエビです。ゾウリエビやったー、取れた。とこの勢いのままもう一本潜っていきます。ゲット。こいつは目標にしてた夜光貝ですね。さらに潜っていきます。岩の割れ目にいたのはまたもや夜光貝です。そしてついにマサルが森を構え出しました。何かいたのでしょうか。勢いよく潜り出していきます。体勢を整えて、ヒット。昼間取れたものよりも大きなニザダイですね。岩の割れ目で寝ているところをゲット。脳に直接刺さったので全く暴れません。これをキルショットと言います。最も鮮度よく魚を取ることができる漁法です。そのまま血抜きをして内臓を取り出していきます。ちなみにこんだけ派手にやると20分ぐらいするとサメがやってきます。来る前に別の場所に移動しましょう。そしてまだまだ止まりません。今度は何がいたのでしょう。ゲット。またまた夜光貝です。これだけあれば最高の夕飯が食べれるでしょう。そして最後、大物に出くわしました。
ヒット。やったー、アジア湖正代。さて、このまま脳天締めをしていきます。何やらここでおもむろに鱗を剥がし出しました。何をしているのでしょうか。ちなみにアジア湖正代は高級魚にも引けを取らない、かなり味のいい食材です。入念に鱗を取っていますね。とここで何やら身を切り出しましたね。まさかのそのままかぶりつきました。実は空腹が限界寸前で耐えられなかったんですよね。果たしてこんな食べ方がうまいのか。うまっ、めっちゃうまい。これね、本当に美味しかったんですよ。よし、結構取れたぞ。寒い。いやー、夜光貝も3匹取れたし、いい感じです。じゃあね、調理していきましょうか。はい、ようやく戻ってきました。カメラ倒しちゃって壊したんで、なんか映像が変わってると思うんですけど、時刻は23時半です。すごい時刻だ。9時半ぐらいに海上がって着替えて準備してたらこんな時間になってしまいました。ということで今日はですね、ニザダイ2匹、夜光貝3匹、ゾウリエビ、アジア湖正代、こちらのね魚種が取れました。でまあサバイバルカーではですね、すぐ腐っちゃうんですぐ調理をしないといけないんですけども、夜光貝だけは生かしとけるんで生かしとこうかなと思います。で今日はですね、アジア湖正代の刺身、そしてニザダイの塩焼き、そしてアジア湖正代とゾウリエビで作るマース煮、こちらをね作っていこうかなと思います。とりあえずね、お腹が空いてます。で海の中で食べたアジア湖正代の刺身がまあめちゃめちゃうまかったんで、アジア湖正代刺身に切ってちょっとつまんで、そっからね本格的に調理をしていこうかなと思います。腹ごしらえがまずは大事よ。さて、じゃあまずはですね、アジア湖正代からさばいていきましょうか。もうめんどくさいんで海の中で鱗と内臓は取っております。まあ一応鱗の取り残しがあるはずなんで一応取っていきましょう。じゃあ頭を落としていきましょうか。最高にさばきづらい環境だな。はい、頭が取れました。で水がないんで、もう包丁でなるべく鱗をきれいに取ってしまいましょう。本当は洗い流したいんですけどね。こんな感じで取っていきます。これでもある程度きれいにはなりますよね。ただまな板はきれいにならんな。タオルを使おう。タオルを持ってきました。このタオルは別に衛生的なもんではないです。寝るときに頭の下に敷いてたやつなんでね、まあ、これで包丁拭けます。もう衛生面とかもう諦めてるんで、これで魚を拭けます。でまな板も拭けると。そしたら3枚下ろしていきましょう。じゃあ反対側。普段やらないですけど、こんな感じでも腹骨を落とせます。そしたらこれ腹骨を取っていきましょう。半分に切りまして、皮を引いていきます。できましたよ。柵が刺身サイズに切っていきますか。はい、それでは完成しました。アジア湖正代の刺身です。いただきます。うまっ。味がないな。今回唯一の調味料、塩をつけましょう。海水と一緒に食べたらちょうどよかったな、本当に。はい、塩をつけました。うまっ。このサバイバル中で俺の顔しか見えてないでしょ。いや、このサバイバル中生物を食べれる機会がなかったんで、めっちゃうまいわ。うまっ。まあ、欲を言うんだったら、まな板とか綺麗にできてないんで若干生臭さがねちょっと出ちゃってますね。魚の血が刺身についたりすると一気に生臭くなるんですよ。よし、じゃあ元気は出たんで調理を再開していきましょう。でアジア湖正代の今2枚おろしになってるんですけど、ここの部分はマース煮にしていこうと思います。多分いい出汁が出るはずです。
まあ、関節に入れれば割と切れます。ちょっとヒレは硬いですけどね。ヒレ外しちゃうか。やべ、ここが落ちちゃった。はい、ヒレが外れました。よし、じゃあ切っていきましょう。まな板が安定しないと切りづらいな。こんなもんですかね。じゃあ鍋に入れておきましょう。で、これに海水を入れていきます。海水と真水で煮込んだ料理をマース煮って言うんですけども、このマース煮を10日目まで継ぎ足し継ぎ足し、いろんな旨味をね重ね合わせてやっていこうかなと思っております。じゃあね、海水浴見に行きましょうか。そう、足がフラフラするぜ。よいしょ。意外と味が薄かったりするんで、一旦このまま茹でてみます。濃かったら川の水入れよう。よし、行ってこい。ちなみにこっちはね、一夜干し作るように海水を煮詰めてます。まあ、これ沸騰したらこのゾウリエビをね入れていきます。まだ生きてる。ちなみにゾウリエビは伊勢エビよりもうまいと言われてる。まあ本当にね、めちゃめちゃ美味しいエビです。はい、それでは次、ニザダイです。結構ね、まずいまずいと言われてる魚なんですけども、で、今まで俺もまずいと思ったんですけど、去年サバイバルの時に塩焼き食べたらとんでもなくうまくて、今回も食べてみたいなということで、そして食べ比べをしたいなということで2匹取ってみました。まあ、ニザダイの特徴としてはですね、ここです。ここに、まあ、3つね、硬いところ、実際4つあるんですけど、ここにね硬いのあって、これがね、なんで4つあるのに3つっていうのか分かんないんですけど、3つあるから三の字とか別名呼ばれたりします。で、この魚はですね、主に海藻とかを食べてるんで、夏場はねめちゃめちゃ臭いんですけど、冬場はね美味しかったりします。はい、ということでさばいていきましょう。まずはね、頭を落とします。本当にね、この手の魚はうまい時めちゃくちゃうまいんですよ。びっくりするぐらいで、ニザダイは結構皮が硬いんで、さばき方は天狗揚げと一緒ですね。このこっち側に切り込みを入れまして、皮の後ろから切り込みを入れます。で、包丁の入り道を作っていくと。で、三枚おろしですね。ちなみにこっちが昼間についた方です。まあでも、あのナポレオンフィッシュ取れたらすごかったな。あれは多分10キロぐらいのサイズでしたね。結構でかかったよ。このニザダイでも 1.5 キロぐらいはありますからね。わ、でもめっちゃ身綺麗やな。これわかるかな、お腹のここの部分に脂が乗ってるんですよ。内臓脂肪も乗ってたし、結構いい個体かも。夜取った個体はあんまり内臓脂肪も乗ってなくて、もしかしたら微妙かもしれないですね。で、腹骨を落とすと。じゃあ血合い骨を落としていきましょう。で、今日は一番脂乗った部分、腹部分を焼いていきます。ほら見て、めっちゃ美味しそうでしょ。で、他はねもう一夜干しです。血合い骨は取っておきましょう。食べづらいんでね。反対側もやっておきましょう。でもこのぐらいの魚だったら、あ、普通にいけるわ。皮に切り込みなんて入れなくても。じゃあ2匹目、2匹目もさばいていくんですけど、これはもう同じなんで、さっきのニザダイとのお腹の部分の違いを見ていこうかなと思います。そこまで一気に飛ぶはずです。はい、完全に途中からなんですけど、なんかもうそもそも全く身が違うね。なんかこのニザダイベチャベチャ。まあ、引き方にもちょっと差があるんですけど、こっちが夜取ったやつで、こっちが昼取ったやつ、油の乗り具合とかも全く違うね。なんか身もぐちゃぐちゃだし、同じ魚で同じ場所で取れたものなのに全く違うもんだね。まあ、でもどっちが美味しいか分かんないからね。まだこれを塩焼きにしていきます。はい、それでは塩をかけていきましょう。そしてですね、すごく残念なお知らせがあるんですけども、串をなくしました。3本作ったんですけど、2本なくしてもう1本しかありません。どうしようかな。頑張って刺していこう。あ、皮硬っ。味は胡椒だい。
さすがに焼きムラがありそうだけど、焼けたやつから食べればいいでしょう。でもやっぱ全然身が違う。いい魚の身してるもん、この煮座台は。はい、魚三兄弟塩焼き、こちらを焼いていきましょう。はい、アジアコショウダイだいぶ湯立ってきたんで、ゾウリエビ投入、いってらっしゃい。ごめんな。じゃあ塩焼き三兄弟を焼いていきましょう。すごいボリューミーだ。はい、それでは煮詰めた海水で一夜干しの準備をしておきましょう。これ全部は一気に入らないんで、ちょっとずつですね、15分ずつぐらいつけていきます。ついてたアリが一瞬で死んでる。ざまあ見ろ、すごいアクだ。いいね。はい、それでは完成しました。見てください、これ全然違うの分かるかな。テッカテカじゃないですか。これ昼間取れたニザダイで、こっち真ん中、これが夜取れたニザダイなんですけど、もう脂がもうこっち完全に浮いてきてるもんね。全然違うんだ。今1時半です。いただきます。これはうまいぞ。めちゃめちゃうまい。もうこの生活でもう何回も言うようであれなんですけど、三大栄養素っていうのがあって、タンパク質、脂質、糖質、この三大栄養素を取らないともう人間はやっぱりもうしんどいんですけど、そのもうタンパク質しか取れなかったよね。でこの脂がもう体に染み渡るわ。これめちゃめちゃうまい。びっくりした。うわ、なんかもうね、魚っぽい脂っていう感じじゃなくて、もう肉って感じ、牛肉みたい。めちゃめちゃ肉肉しくてうまい。うわ、頑張った甲斐があったな。今日もっと焼けばよかったな。めちゃめちゃうまかった。じゃあ今度昼間取れたニザダイ、まあ生焼けだわ、もうすぐ焼けるから全然違うな。天狗ハギとはもう比べ物にならないぐらい美味しいんだけど、脂は一切乗ってないね。うん、食感はいい。こんなに違うか、まあ、どのぐらい違うかって言ったら、あの牛肉の完全に赤身、サシとか全く入ってない赤身肉と、あのサシが入ってる肉ぐらい違う。うわ、さっきのうまかったな。食べ終わりました。アジアコショウダイも行ってみましょう。アジアコショウダイはアジアコショウダイでうまいな。こいつは別に油とか乗ってないんですけど、うまみがすごい。皮が噛みしれん。はい、ニザダイは油のうまみで、ね、勝負してる感じなんですけど、アジアコショウダイはシンプルに魚のうまみで勝負してるね。うまいわ。じゃあラスト、マースに行きますか。ゾウリエビから行きましょうね。これね、結構楽しみだった。ゾウリエビ、伊勢エビよりも全然うまいし、出汁が出ると言われてます。まあ個人差あると思いますけど、いやこれは楽しみだ。おいで。取れた。あちぃ、こんな贅沢してええんか。これね、なんかハサミとかあるといいんですけど、ないんで歯で剥きます。あー、歯が欠けそう。硬え。取れ出せました。一応ここに背ワタが入ってるんで、背ワタ取っときましょうか。せっかくならね、美味しくいただきたいですから。背わたです。きた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 、これです。うまそう。うわ、うますぎだろこれ。頭割れないのかな。あ、割れそう。おお、うわ、初めてこのサバイバル中にちゃんとした料理を食べてる気がする。うわ、なんだ、味噌ってこんなにうまいのか。うまみで衝撃が走った。なんだこのうまみの塊は。こんなうまかったっけ。これはやばい。うま、これはもう犯罪ですね。ちょっとなんか今うるっときちゃったんだけど、うますぎて。もうなんかほんとこの8日間タンパクなものしか食べれなくて、何かガツンとした味が欲しいと思ってずっと思ってたんですよ。ずっとと思ってた。で俺の中の想定ではミスタードーナツのなんかすっごい甘いやつ食いたいなって思ってた。思ってたんだけど、今もう満たされた。
あ、これ以上は望むことないな。なんかちょっと本当に感動しちゃったわ。こんなうまいことあるか。余韻を噛みしめてます。うんま。人生でうまいって発言してきたものが全てもう偽りだったと言っても過言ではないぐらい、今のうまいはもう格が違ったね。やお、やばいな。やば。じゃあラストね、アジア胡椒大のマスに。こちらもね、行ってみましょうか。どこ取ろう。これこ、うわうまそう。ほろほろやんけ。こんなうまそうなことある。うわ、食べてみましょう。なるほどね。めちゃくちゃなんか骨入った。例えるんだったらすっごいお上品なタイの吸い物って感じ。うわ、なんか締めにいいね。めっちゃ骨入るな。めちゃくちゃ繊細な味。めちゃくちゃ美味しい。なんか俺みたいなお上品な男にちょうどいいなって味だね。うん、俺にふさわしい味だわ。うわ、しみるな。2日目ぐらいに食べた甘ほうれん草とツワブキのマース煮、あれ正直最悪な味だったんですよ。でもやっぱりゾウリエビとかアジアコショウダイの旨味が加わることで全く別物。でもここにツルナとか入れたら普通にうまいはず。こんな違うもんかね。野菜だけで煮込んでもあんな美味しくないのに、魚が入ったとたらもう全然違うじゃん。ちょっとスープも飲もう。これはね、スープ、正直ペットボトルがまずいな。ペットボトルがドブの匂いがするんだもん。なんか全てを台無しにしてるペットボトルがダメだ。全然美味しくない。はい、それではごちそうさまでした。いやー、今日の料理は今までよりも1段階、いや3段階ぐらい上でしたね。全然レベルが違いましたね。最高でした。で、夜行貝はその辺もう陸上に置いても1日ぐらい生きてるぐらい生命力が強くて、浅瀬にね、今さっきつけてきたんでサバイバルが終わるまで食べれます。究極の保存食みたいな感じだよね。うん、いつまでも行かせれるから。で、最後ね、一夜干しを干して今日は終了していこうと思います。いや、飯食ったらどっと疲れがきましたね。ただいま時刻2時です。疲れるっていうところからもう2段階ぐらい限界突破するともう疲れてるかわからんくなってくるよね。あ、麻痺して。今日はそれもね、知ることができました。よし、じゃあ一夜干しやっていきましょうか。よし、完全に一夜干しに仕上がりつつありますね。もうアリがたくさん浮いてますよ。魚に群がってたアリが一瞬で死ぬぐらい濃い塩分濃度なんで完璧です。そしたらラストね、麻紐で縛っていきましょう。巻き結びはこういう感じで輪っかを2つ作ってやることもできます。でもこうすると調整が大変。本当はね、網張ってやりたいんですよ。ハエがたかったりするんで。でも網なんてないんでこれです。よし、完璧。まあ多分結構ね、視聴者の皆さんは表面についてるアリをどかさないのかと多分思ってると思います。どかしません。なぜならアリは食べれるからです。そしていちいちどかすのがめんどくさいからです。なんかもう外で暮らすんだったらアリは友達だから、永遠に足体中登ってきてるからね。たまには仕返しで食ってやんないと。まずいな。飯を食ってめちゃくちゃ眠くなってきて、すごくこの作業が辛い。飯を食わなかったから全然いけたっていうのはあると思う。眠くなるもんな、飯食うと。オッケー、ラストでした。じゃあ引っ掛けに行きますか。腐っちゃうからちゃんとやんないと。よいしょ、立ち上がれ俺。やっぱこんぐらい地面から離れるとアリが寄ってこないんですよ。アリが一番の天敵ですからね。よいしょ、はい、完成です。はい、それではようやく寝られます。はあ、長かった。明日はどうしようかな。どのぐらい体力が残ってるか次第ではあるんですけど、俺の思いとしてはタコが食べたい。タコを探すのもありなんじゃないかなということで、まあ今日は本当に大満足な一日でした。もうさすがにフラフラなんでね、寝るとします。ということで今日はね、もう寝ようと思います。それでは。